お疲れっす。声聞こえますか？映像音声問題ないですか？2018年2月の28日、夜中の0時20分です。まあ、まったりやっていこうと思うんで楽しんでってください。はい、ワードツー。はい、ワードツー。音声映像 OK。ありがとう。はい、ワードツー。ごめんね。なんかいいところで終わっちゃったみたいで申し訳ない。はい、ワードツー。なんかね、コラボ枠がね、ちゃんとね、やれるといいんだけどね。コラボ枠は電波が弱いんだよね。はい、ワードツー。いや、俺はドルさんは、捨て頃出るべきだったって、タラレバになるから、あれなんだけど、ドルさんは、捨て頃、なんか、マッハ祭りとかになびかないで、捨て頃出た方が良かったし、今でも、弁路さんに、後からで申し訳ないんだけど、捨て頃って下手に出て、俺、捨て頃好きだから盛り上げてえわ、っつって、本当に申し訳ないけど、チャンスくんねえかって言ったら、すげえ男気上がると思うよ。すげえ男気が上がると思う。いや、マッハ祭りもうないでしょ。マッハ祭りもうないでしょ。練習サボったんだから。練習会行かなかったんだから。いやー、バカの吹き溜まりっつうか、なんだろう、囲い、もうザ囲いだよね。ザ囲い。要は本人が何言っても認めないっていうか、もうアイドルみたい、なんか変な宗教を見てるだけで、変な宗教を見てるみたいで気持ち悪かったよ。何やったかどうかはツイッター見たらわかるよ。俺のツイッターフォローしてないの、してたらわかるよ。俺のツイッターフォローしてない人のせいでしょ。俺の放送とツイッター連動してるよって前にいつも言ってるな。だからツイッターフォローして。ツイッターの中に全部書いてあるから。ツイッターと YouTube フォローしてたら大体の話題ついていけるし連動してるから。文字情報がないときついでしょ。よろしく。いや、宗教臭半端じゃなかったよね。いや、もうあれは宗教の域だよ。悪くない悪くない悪くないって囲いがそれしか言わないんだもん。悪いに決まってんじゃん。どう考えても悪いに決まってるじゃん。どうしてあれを悪くないと思うのか逆に聞いてみてよ。どういうこと？いや、不正してないっつうか証拠がないとか不正してないとかわけのわかんないこと言ってて。いやいや、DM とかは証拠でしょっていう。まあ言いたいこと言ったから、もうユカチリの件はいいよ。もう散々言ったから。いや、左翼とか右翼とかじゃなくて、なんつうの、悪いところを認めらんないやつはもう豚箱行きだよ。よっさんがユカチ擁護してる？ちょっと待って、よっさんに物申し、納得できないんだけど。よっさんに言っていいっすか？いや、さすがにユカチ擁護はよくわかんねえわ。ユカチ悪くないっつってんの？さすがに俺、よっさんに物申すとかあんまりやんないけど、さすがに納得できねえわ。LINE するわ。LINE する。さすがに無理がある。さすがに無理がある。よっさんに LINE するわ。さすがにこれはガツンと言うわ。いや、ガツンと言う。ガツンと言う。いや、言うべきでしょ。いや、絶対言うべきじゃん。LINE してるな、今。よっさんだよ、これ。これよっさん。出ねえな。逃げか。いや、言うべきでしょ。いや、言うべきでしょ。いや、状況が分かってなかったらタイトルに入れたらダメでしょ。出ないの？なんで？いや、台本なんて書いてないよ。
台本なんて書いてないよ。よっさんよっさん。よっさんにかけた。いや、いいよ、うん、いいよ別に。偽札の件は別件でしょ、完全に。さすがに偽札関係ないでしょ。さすがに無理があるだろ。偽札の件も関わってんじゃねえかって、それはもうなんかもう狂ってるわ。さすがにそこまで言わないよ、うん、まあ緑さんはすぐ出るでしょ、うん、太った。そうかな、太ったかな。いや、顔が寄ってただけなんじゃないの。太ったかな、どうだろう。まあまあ体重増量してるかな。捨て頃で体重上げないといけないから。予算聞こえてないって、だって出ないんだもん。出ないもん、しょうがないもん。偽札とか全然関係ないよ。顔パンパン、予算配信中切ってんのかな。じゃあまあまあ繋がんないでしょ、うん、もう通常枠でいいんじゃん。もう俺も叩き疲れたよ。もう人を叩くのって、怒るのってこんなにエネルギーいるんだなと思ってびっくりしたよ。びっくりしたよ俺。やべえやべえ、予算かけたよ。かけたけど出なかった。今さっきかけたんだよ、出なかった。予算出なかった。いや、さすがに擁護しきれないでしょ。予算がユカチーのこと悪くないとか言ってんの意味がわかんねえわ。意味がわかんないよ。いや、予算が出ないのは予算の問題だもん。俺はかけたよ。いや、言っとくけど、ユカチーを、あれだよ、悪くないっつうんだったら俺ボロボロに論破するよ。ボロボロに論破するわ。さすがにこんなん擁護しきれねえよ。いや、ひがみにしか聞こえないじゃない。俺に囲いなんかいねえよ。囲いなんかいるわけねえだろ。囲いなんていねえよ。だから異論を唱えてるって言われたってさ、突出なかったら反論しようがないもん。ひがみもクソもないでしょ。いや、自分が水増しやってるから、ゆかちゃん守ってんでしょ。自分も後ろめたいところあんじゃないの。何ゆかちゃんを叩くやつクズって。こんなん擁護する方がクズだよ。おかしいだろ、どう考えても。メガホンありがとう。メガホンありがとう。どう考えてもこんなん擁護しきれねえわ。おかしいだろ、うん、いや、長々と気違い相手にっつうかね、もうインターネットズブズブになるとこんな考え方になるんだなっていう悪い例だったよね。ゆかじは悪くない。いや、天皇陛下ディスするやつだからね。頭おかしいでしょ。日本から出てけって話だよ、うん、いや、メガホンだからくれてるけど何があんの。花火もメガホンもすげえいただいてるよ俺は。アイテム別にいただいて何が悪いんだよ。いや、天皇陛下なんか日本からいらないとか、なんか国民の税金の無駄遣いとか、うん、ひどいこと言ってるよよっさんは。ありがとう、ハートありがとう、メガホンありがとう。頭悪すぎるだろ。
天皇陛下ディスとか頭悪すぎるだろ。アイテムありがとね。体調気をつけるよ。ありがとう。あ、おしっこ、ゲーム配信者で、ボトラーって言うんだけど、ペットボトルにおしっこする人ね。トイレ行くのがめんどくさくて、ゲームに集中したくて、ペットボトル用意するのは、ゲームの人はよくやるんだけど、それボトラーって言うの。なんかここになんかできてるね、俺。これなんて言うの？横断って言うの、やっぱ体調悪いんだな。ここなんか変だよね。目の周り黒いよね。なんかメイクしてるみたいじゃない？なんだこれ。こんなところにさ、クマできんの？なんか女の子みたいじゃない？ここ、目尻とかさ、目の周り黒くない？俺、今日。こんなところにクマできる？目の上のところにもできてるよ。これなんて言うんだろう。なんか変だよね。ほら。くすんでるよね。まあ昨日ね、ノロウイルスかかってぶっ倒れてたから、長時間配信やったらこんなんなるわな。これゲイ関係なくない？これゲイなの？ゆいがぶよ。いや、俺はよ、今回の件はよ、ゆかち全然悪くねえと思うんだよな、つって。だってよ、おめえ不正なんかよ、前からやってるんじゃねえかよ、配信者はよ、な。こんなのにキャー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 わめいてる方がバカなんだよ。ああ、ゆっくり休むよ。横断って言わないんだこれ。目が移動してきた。その可能性はあるよね。いや、ゆいがさんいい人だよ。ゆいがさんいい人だよ。よっさん出る気なさそう。しょうがないでしょ。雑魚配信者なんだから。俺は雑魚配信者なんだからしょうがない。要は、トツかけてくんのまだ早いってことだよ。俺だってバカなんだから。あ、バカっつうか雑魚なんだから、それくらいわかってるよ。要は、通話するまでもねえってことよ。それくらい俺はわかるよ。シルバーアクセサリー似合うだろう。シルバーのディスはやめとけ。シルバーの薬はやってない。俺本当に薬嫌いなんだよ。俺やってたらやってるって言うよ。薬やってない、まあ、よっさんはね、結構シンプルな人だからね、あの人、似合わないとかやめてよ。いや、リスワンいいよ。いや、本人が認めた。ゆかちゅうは私が書いた DM だよって認めた。まだ言ってんの？本人が受枠で言ったよ。私がやったよって。本人が受枠で私がやったことだけど何って言ってんのに、まだゆかちゅうは本物じゃない可能性があると思うな。ゆかちゅうはそんな人じゃないぞ。本人がやったっつってんの？本人が私やったよって言って、いやいや、ボクタンはユカチー大好き。ユカチーはそんなことしないぞってもう無理があるだろ。もうそれもう3時間ぐらい前に終わった話だから、もう勘弁してくれよ。
もう現実逃避やめてくれよ。本人が言ってんだから。それでも信じるっつうならもうついてけねえわ。いや顔はキモいよ、うん、顔はキモいけど、さすがにユカチにそれでも囲い続けるって言ってる方がまだ気持ち悪いだろ。びっくりするわ。あ、顔はくどいね、うん、まあそれはまあまあしょうがない、うん、てか体調やっぱ悪いな今日。体調ひどいわ。もう疲れたよ俺。バカ、久々あんなバカ恋見て疲れたよ俺。もうバカ恋に当てられてほんと疲れた。もうっていうか2月な、2月こんだけアイテムもらったけど来月怖え。来月どうなると思う？ぶっちゃけた話、来月花火上がるかどうか話そうぜ。おい2月相当良かったんだけどさ、どう思う？みんな3月、2月はさマンスリーランキング何位だった？今現時点で、いやみんなのおかげだよな。俺がさマンスリー何位よ、49位だって。マンスリーランキング49位だったわけよ。もうすぐで100万ポイントいくんだよ。こんないい思いしたの嬉しかったよ。ありがとねみんな、本当にありがとう。いや快挙でしょ。こんなゴミ生主がさ49位だぜ。うん、いやどうなんだろうね。無駄遣いしないよ。うん、いやみんなに感謝だね、本当にワドリスナーに感謝だよ。うん、楽しかったら投げる。嫌いな時は投げなくていいよ。好きな時だけ投げて、うん、それが普通なんだよ。だから囲い込むっていう、要はね、今リスナーさんが言った好きな時と嫌いな時があるっていうのが普通だよ。人間関係でさ、この人がやることは全部正しい、この人は間違いなんて犯さない、この人は聖人君主だみたいなさ、そんなのってないじゃん。いいところもあれば悪いところもあるよねって言ってる、それが普通だよ。それが普通。いや貢献し、アイテム投げてくれた人は全員貢献してくれたよ。みんなで取ったんだよ。今49位っていうのはみんなで取ったんだよ、うん、いや本当にありがたいよ。本当にありがとうね。すごくいい思いできたよ、うん、夢みたいだったよ今月は。すごく楽しかった。まあね、俺は嫌われたり好かれたり激しいから。でもね、ああまあまあ毎日ね、腹下ってようがなんだろうが、体調病み上がりだろうが配信やってっかんね。バカだから、うん、俺はバカだよ、うん、金スラは守ってるよ、うん、金スラは守ってるとか、まあそれは別にリスナーさんに言うことじゃなくて、俺がもうダメだと思ったことだから、もうスロットとパチンコは本当にやめたよ。別にやってる人を悪く言うつもりないし、スロット行ってる配信者を悪く言うつもりないし、リスナーさんも悪く言うつもりない。俺が個人的に良くねえなと思ったことだから、俺がただ行かないって言ったことだから。でももしスロット行ったら、こっから腕切り落とすから、俺こっから先切り落とすから。嘘はやめて、嘘はしないよ、うん、行ったら行ったって言うよ、うん、結構好き、ありがとう。捨て頃ね、楽しみだね。やめれたっつってもまだ1週間ぐらいだよ、うん、まあ俺は3年やめて普通にやめたってことだと思うけど、何でもそうだけど3年間やめて本当にやめたでしょ。腕切ってサイコガンつけるか、うん、言ったよ、うん、だからまあやめたっていう配信以降、俺がスロットとかパチンコ打っててリスナーから DM 来たらもう終わりでしょ俺は。それこそそうだね、うん、大げさ言うなっつうか、俺は行きたくないのよ。俺は別にパチンコ別にやっていいと思ってんの、リスナーさんのお金でもなんでも。別にね、稼いだ額何に使うか俺は全然構わないと思ってんだけどさ。でもなんかやっぱ時間の無駄だなっていうのが一番でかかったから、他にね別のうさばらし探すよ、うん、そう。やっぱ配信のストレスをね、パチンコにぶつけるっていうのは良くねえなと思って、うん、片腕がなくなってたら、はいワドツーって言ってここ包帯ぐるぐる巻きだったら刺してこっから先がなくて、こっからこの辺まで包帯ぐるぐる巻きで血みどろになってたら刺して、うん、暗黙の了解ね。その時は暗黙の了解ね。
うっ、って言って、あ、こいつ行ったなって、こいつパチスロ行ったなっていう。それはもうタブーだから触れちゃいけない。こいつ分かってるわっつって、こんばんは、お疲れ様です。フック船長、フック船長こっから先だからね、フック船長より重たいでしょ。でもこっから先は最高感だよな、やっぱな。1パチとかじゃないんだよ、時間の無駄なんだよね。なんかボタンを押しててさ、いや楽しいけど後悔の方がでかいじゃん正直、うん、正直ね。パチンコ別につまんねえとかじゃないのよ、でも後悔する日の方が多いんだよ。俺は別に娯楽としてあっていいと思うよパチンコは。まあ、勝てるか勝てないかじゃない、時間の無駄、勝つか負けるかって話じゃなくて、単純に何も生み出してねえってことの罪悪感があるの。別に行って楽しい人は行くべきだし、なんかね、パチスロライターとかパチンコ業界とかで儲けてる人を俺は悪く言うつもりないの。ただ時間の無駄、俺がやることじゃない。髪切ってないよ、前髪をちょっと切っただけ。勝てるから続けるとかじゃなくて、やっぱね、パチンコ、なんつうの、いい金の使い方じゃない、そう、時間の無駄だよ、ただ単に。もうその一言に尽きるよ。カジノできたら行くよ行くに決まってんだろこの野郎、当たり前だよお前、当たり前だよ、行くに決まってんだろ、行くよな、みんなな、行きますよ、行きますとも、絶対行くよな、絶対行くだろ。こんな嘘つけねえよ、俺はパチスロとパチンコをやめただけだって。いやー、もったいないでしょ、日本でカジノができて行かないバカいないだろ、行くだろ、それは行きますよ、行きますとも、行くでしょ。こんばんは、お疲れ様です。ネットカジノはやったことないね、うん、あれ現実逃避が目的つうか、そうそうそう、うさはらして、なんかもう何にも考えないでこうボタンを押してるだけで、あのなんつうの、現実逃避してるだけなのよ。だけどお金も時間ももったいないから嫌だなとは思ってて、でリスナーさんと俺やめるわっつって、うん、なんで俺ドルさんとデリヘル3ピースんだよ。ユカチの全部見たわけじゃないんだけど、俺は認めたところは偉いと思ったよ正直。私やったよって認めたところまで、あれって、あ、もうなんつうの、あの、いや、ユカチ叩くのやめようって言おうと思ってたの正直。私やったよっていうところまで、私やったよの時に、あ、こいつかっこいいなと思ったの俺は正直。あ、こいつ叩くのやめようって思ったんだけど、その後の態度ね、うん、その後の態度がなんだこれ、反省してねえじゃんって。要は自己弁護でしょ、悪くないじゃん、私知らなかったんだもん、だって知らなかったら何やってもいいのかよ、うん、そこは誠心誠意謝れよな、汚ねんだよやり方が。知らなかったら、後ろめたさがなかったら、なんで裏で DM 送ってたんだよ、うん、俺はそういう風に思うよ。はい、おはよう。2000円の入場料ぐらい取っていいんじゃないの、悪くないんじゃん。今日はね、しかもね、病み上がりでね、昨日ノロウイルスで倒れてたの。だから目のなんかアイメイクみたいになってるでしょ。こんなん初めてだよ。うん。だから体調悪い中で、ね、なんかバカ恋の、なんかバカ恋、もうアンチより立ち悪いよ。自分のアンチよりも立ちが悪いと思ったの。バカ恋と話してたらこんなんなっちゃったよ。もうフラフラだよ、俺。うん。あ、ビンゴ枠やった後にさ、ところでっていうサブ的な話題でやるのはどうかと思うよね、うん、いやいや、あんなの囲うってバカでしょ。かわいいかわいい、美人は何しても許される、ふざけんなよ、ふざけんじゃねえよ。まあ運営さんがどう出るかちょっと見ものかな、うん、運営さんが厳格な対処をしたら、俺はふわっちってサイトどんどん好きになるし。いや、病気でしょ、病気でしょ、冷静な判断できないんだもん。
や、叩くっていうよ。ユカチーだから叩いてるわけじゃないのよ。俺は損してもいいの。ぶっちゃけ。ユカチー叩いたら損だよ。黙ってた方が賢いよ。うん。だってユカチー叩けば叩くほどユカチー人な人は離れてくんだもん。黙ってるのが正解だよ。でもね、俺は叩くよ。うん。俺はリスナーのこと金だと思ってねえから。もう金は欲しい。正直アイテムは欲しい。だけど俺は配信者を優先するわ。言いたいこと言うんだよ。そう。損をしてでも言いたいこと言うのが配信者だろ。うん。それが、あれだよ。配信だよ。金のために言いたいこと黙ってたら配信じゃねえよ。うん。顔色伺ってできるわけねえんだから、俺らが。うん。そう思わねえ。まあ、かばうに決まってるじゃんっていう決めつけは俺は良くないと思ってて。まあ、かばったらかばったで。ああ、そういうことねって。うん。あ、そうなんだ。不正したやつ。それで仮想生主とかもう不正 OK なんだねって。運営が OK 出したらガンガンやればいいじゃん。うん。いくらやっても叩かれねえんだろ。だったらガンガンやればいいじゃん。そがり、鮫島さんとかが、リスナーさんにお願いして、あ、ゆかじなんか全員潰そうぜって、俺らでガンガンやろうぜって言ったら、鮫島さんがやったら強いよ。もともとネットの人なんだから、何十年もやってんだよ。鮫島さんが、じゃあそっちでそういう風に出るんだったら、不正ガンガンやりますよって。開き直ったら強いよ、鮫島さんは。そう思わない？うん。そんなのゲームでも何でもないよ。真面目にやってるやつがバカ見るだけだよ。ユカチーの好感度は囲いが喋れば喋るほど下がってたっていうのが面白かったね。ニコ生の鮫島さんエグかったからね。いや、俺は鮫島さんかっこいいなと思ったからバックアップしてえとも思ったし、俺も自分の意見言わなきゃと思っただけだよ。まあ鮫島さんばっかり負担かけるわけじゃないから俺も乗っかるよ。いや、運営さんがユカチー何にもしねえんだったら、じゃあ俺らがやっても何にもないのねっていう。だったら真っ当に勝負しようよって。一日100個までしか貯められないんだけど、一人で400万個爆投げした人がいたの。あ、40万個か。なんでメガホンっていう仕組みができたばっかりなのに、40万個集まるのって思わない？笑うでしょ、もう。一人で40万個爆投げしたやつがいて、あれってなったの。で、めくれてきたの。バカすぎるでしょ。何一人で40万個投げてるバカ行為がいいの？笑うでしょ。あ、そうなんだ。セブンさんが最初に見つけたんだ。うん、いや、一連卓勝なんかしないよ。鮫島さんと俺意見合わないときぶつかってるよ、何回も。だから、リナネコのコラボトツ上がってくれ。リナネコにリスワン取らせるぞ、つって。そんなんやらないっすって。勝手にやってくださいっていうときは言うし。うん、ねえ、その、上手やめろって言われたとき。要は、文句があるんだったら上手やめろって、俺の配信スタイルついてくれて、じゃあ上手でやめますよって言ったし。うん。いや、切れるでしょ？俺セブンさんが切れんの普通だと思うよ。うん。いや、鮫島さんはやっぱね、リスナーさん多いし、不正見逃さねえっていう人だから、正義感強いからね。何汚れの仕事は鮫島にやらせるって。うん。やめてくんない？まあまあいいんじゃないの。もう癖でしょ。癖だよ。不正やって何が悪いのっていうのは手癖だから。いや、でもね、あの、ぬすっとたけだけしいって言葉が思い浮かんだ。今日の言葉を一言で言うと、ぬすっとたけだけしいだよ。これのことだよね。俺これかって思ったもん。ぬすっとたけだけしいってこれだと思った。盗っ人ほど態度でかいし、開き直ってるし、あ、こういうことかって。あれ、泥棒だからね、やってんの。本当の。うん。まあ、こんなことをやって大手になるぐらいだったら、大手なんかクソくらいだよ、うん。俺は自分のリスナーさん140人大事にするよ。こんなのが、ね、大手だ。笑わせんなよ。はい、わざつ。バカバカしいよ。いや、盗っ人たけたけしい。本当だよね。
俺はずっと思ってたよ。バカ恋の話聞いてて、盗っ人だけだけしいってこういうことだなって。なんで俺が火事場泥棒の詐欺師なの？泥棒なのか詐欺師なのかはっきりしてくんねえか。もう何でも悪口言いやいいって問題じゃねえよ。なんだよお前、泥棒、火事場泥棒の詐欺師ってなんだよ。詐欺師なのか泥棒なのかはっきりしろよ。しかも火事場ってことはあれだ、放火魔でもあんだろ。放火魔なのか泥棒なのか詐欺師なのかわかんねえよ。もう何でもくっつけりゃいいって問題じゃねえだろ。どれなんだよ。お前は火事場泥棒の詐欺師って放火魔なのか泥棒なのか詐欺師なのか一つにしてくれよもう。いやどういうことだよこれ。起業したてフロント企業の、全部の、もう頭痛えわ、もう頭痛えよ、全部かよ。なんで俺叩かれてんの、よくわかんねえわ、もうさすがによくわかんねえよ。胃が痛いな、まあいいや、まあ叩かれたくなくて配信やるなって話だよ、叩かれてもしょうがねえや。花粉症つうかね、昨日ノロウイルスで倒れてたのね。ちょっとまた熱が出て、のんちゃん、のんちゃんちょっとおでこ触ってくんね。これどう？なんかね、ちょっとね、体調またぶり返したっぽいんだよね。熱あるかどうか、ちょっとおでこ触って。どこ行ったんだろう。体温計探そうね。多分この辺にあるから、後で探すけど、ちょっと熱、どう？ぼやっとすんだよね。どう？大丈夫。大丈夫。あ、熱だ。すごい。もっともっとオーバーに。あ、すごいこれ。すごい熱。花火が上がるようにやって。すごい熱。やばいでしょちょっと。やばい。うん。でも俺配信続け、配信やめなよって。配信やめなよ。いやいや、あのほらリスナーさんが待ってるから。うん。熱ある。熱ある。うん。うん、俺配信頑張るわ。のんちゃん大丈夫、ありがとう。うん。ありがとう。バーガーありがとう。ナイスのんちゃん。バーガー上がったよ。うん、ありがとうね、バーガー、うん。いや、熱あるって、うん。やばいって言った。配信やめた方がいいって。でも俺はやるよ。俺はやるよ。うん、俺はやる、うんうん。俺も適当に切り上げるか。うん、のんちゃん手小さいよ。小柄だから。いや12時間ぐらいやってるかもな、確かにやってるかもしんねえわ。病み上がりで12時間やってんの頭おかしいよな。俺もバカだよ、バカ、本当に自分で思うわ、バカだなって。バカすぎるよな、いくらなんでも。もう配信顔がね、なんかね、ここがこの辺が黒くなってるのが怖い、自分で。なんか薬中みたいじゃんこの辺黒くなってない？自分で、あの、すげえ、顔がね、なんか思想が出てるっていうか。いや、病み上がりで、昨日38度の熱あって、で、下痢がずっと止まんなくて、ノロウイルスで死んでたのに、12時間起きてそのままやるんだよ。で、よくよく考えたら、飯お茶碗一杯だよ。小さじっていうか、こんなお茶碗のお粥だけでこんだけやってんだよ。狂ってるだろ。病気なんだよ。今日花火ね、1万円分ぐらいかな。あの、花火じゃなくて、トータルすると1万円分ぐらい。だから、時給計算したら時給1万円いかないんだよ。いやいや、ナチュラルだよ。ナチュラルでこうなる。薬には手出してない。でも、しゃぶ中みたいな顔だろ？うん。のんちゃんはね、ウイルス大丈夫だった。生牡蠣食べたの俺だけだったから。白い粉は摂取してないよ。テーンって何？テーンってなんだろう。まあね、そうそうそう。パフォーマンス出せなくて能力がなかったら、人一倍努力するのが普通でしょ。人よりも努力するんだよ。
配信は趣味から仕事に変わったと思ってるかな。もう俺は今プロとしてプレッシャーがあるよ、食わなきゃっていう、うん、趣味から趣味の時代、配信が趣味の時代は俺の中では終わった。去年からはプロとしてやってる、うんうん、ゆかちリプで不正内数発言、何それ、もういやもう腹立つな、本当に本当殺意湧くわマジで、もうマジでふわっちから A 版にしてくれよ、もうマジで真面目にやってるリスナーはバカにすんなよ、配信者と運営さん頼むわ、これあの運営さんね、ダメよこんなのを守ったらダメよ、一回でもいいから A 版にするべきだよ、半年ぐらい配信させんなよ、もうこんなの見逃せねえわ、バカバカしいよやってて、いやバカバカしいでしょ、いや殺害予告っていうのは違うよ、殺意が湧くっていうのは殺害予告ではないから、殺害予告が成立するのは相手の本名住所どこにいるかが分かってる時点でお前を殺すって言った時点で殺害予告なのね、殺意が湧くっていうのが殺害予告に当たるんだったら日本中みんな死ぬよ、あ日本中みんな刑務所だよ、殺意ぐらい湧くだろ、うん、殺意ぐらい湧くだろ、いや人間性出るでしょ、俺は正直殺意湧くよ、足し上げが足し上げって誰、うん、まあいいや、俺ちょっと疲れたから寝るわ、申し訳ねえ、みんなありがとね、楽しかったよ、なんかディス配信とかね柄じゃないけどちょっと今回の件は許せなかったわ、じゃあ皆さんお疲れ様でーす、ありがとうございました。無料アイテムで一喜一憂する俺たちに、お前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ、なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう